ドルビアトマスの場合はこう音が鳴ってるからそっちに敵がいるんだみたいな、ちょっとゲームメカニクスにも関係しているような表現なんかもやってらっしゃったんですか？その 3D 空間の表現っていう部分では、ステレオサラウンドとは違う。コックピットを一つのその球体に見立てて言葉を上から出すっていうアイデアっていうのは、非常にこうゲームを通して統一感のあることができるんじゃないかな。ユーザーの目線からの結果ですと、出力システムっていうかを選べます。ドルビーのアトモスをですね、初めてちょっと聞いた時にちょっとあまりにも感動してですね。じゃあその位置情報と音のデータを一緒に、ドルビーアトモスの方にデータとして渡してやる。いよいよゲームクリエイターさん、今こそこのドルビーアトモスもしくはこうスペーシャルオーディオを使ってよりリッチな体験をこのゲームユーザーさんに届ける時期じゃないですかっていうことを声を大にしていたいなと思います。はい、こんにちは。テクニカルジャーナリストの西川善治でございます。本日はですね、ドルビーアトモスについてのパネルディスカッションを行いたいと思います。映画制作の、音響システムとしてですね、ドルビーアトモスが非常に、普及しておりまして、特にこの技術っていうのは、映画の世界、映像のコンテンツとかで使われることが多くて、ドルビーアトモスっていうのは、この新しいサラウンドフォーマットとして皆さんご存知かと思うんですけども、特にね、ネットフリックスなんかでは、多くのね、配信コンテンツがドルビーアトモス採用していますし、この同じようなテクノロジーで、空間オーディオ、スペーシャルオーディオっていうのがあるんですけども、これApple Musicがね、広く展開していて、その中でドルビーアトモスの、ものがね、あったりとかして、ドルビーアトモスってのは非常に身近になってきてると思います。で、このドルビーアトモスっていうのは、こういう、映像だったり、音楽コンテンツだけだったりで、だけじゃなくてですね、リアルタイムの、ゲームコンテンツでも、採用が、進みつつあると言いますか、非常にドルビーさんがですね、力を入れているところなんですけども、ドルビーシステムといえばですね、ドルビーの 5.1 チャンネルですとか 7.1 チャンネルの、従来のサラウンドシステムがあったんですけど、これはチャンネルベースオーディオという技術だったんですね。あらかじめ各チャンネルに、オーディオの、トラックなりを、振り分けているという技術だったんですけども、この今お話ししてきたドルビーアトモスっていうのはですね、チャンネルベースオーディオ技術といいまして、ユーザーを中心に据えた、相対的な XYZ の3次元の座標系でオーディオを配置して、それをね、リアルタイムでオーディオをレンダリングするような非常に先進的な技術なんですけども、本日はですね、このオブジェクトベースオーディオ、ドルビーアトモスっていうものが、ゲームとどう関わっていくのか、で、ユーザー体験としてはどんなものになるのか、で、そしてクリエイター目線では、このドルビーアトモスベースでゲーム制作をすることでどんな表現ができるのか、どんな体験をユーザーに提供できるのかっていうことを、話していきたいんですけども、このパネリストとしてですね、このゲーム業界で広く活躍されている方々に集まっていただいているので、皆さんにね、それぞれお話を伺っていきたいと思います。では皆さんよろしくお願いいたします。順番に、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、株式会社サイゲームスの牧村良二と申します。今まで、主に、そのゲーム中の効果音制作や、オーディオディレクションを、担当しておりまして、
まあ、今回、コナミスさんより発売された、アヌビス・ゾーン・オブ・エンダーズ・マーズを、共同制作させていただいた際に、オーディオ制作を、担当しまして、まあ、そこで、ドルビー・アトモスを採用させていただいたので、まあ、その折に、行ったことであったり、経験から、分かったことなどを、お伝えできればなと思っております。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、続きまして、ソミヤさんお願いいたします。はい、株式会社ソナのソミヤ和孝でございます。私はですね、ゲーム作品とか映画作品、あとはイベントの作品などですね、映像作品のサウンドデザインとですね、レコーディングミキサーを担当しております。アトモスの作品はこれまで様々なジャンルで数多く担当させていただいておりまして、まあいろいろこうイベントとかでも様々使われるようになってきましたし、今、先ほど、牧村さんから、作品のご紹介がありましたけれども、そういった、ゲームの作品のですね、お手伝いなどをさせていただいております。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ続いて、三田さん、よろしくお願いいたします。はい、プロキオンスタジオの三田康則と申します。作曲家です。これまでですね、まあ、スーパーファミコン時代から、ずっとゲームの、仕事と、その他アニメとか映画とかですね、いろいろ手掛けてまいりました。今回ですね、まあ、最近、ゲームのライブとかですね、コンサートっていうのをよくやるようになりまして、そちらのブルーレイとかですね、発売することがあった折に、ドルビーのアトモスをですね、初めてちょっと、違う作品なんですけども、聞いたときに、ちょっとあまりにも感動してですね、これは、今後やっていきたいということで、まだアトモスの経験は、実際ないんですけれども、今回お声をかけていただきまして、皆さんとお話しできればと思っております。楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、牛島さんお願いいたします。あ、はい、オーディオキネティック、プロダクトエキスパートの牛島と申します。オーディオキネティックという会社はですね、ゲームのサウンド制作でよく使われる、まあ、オーディオミドルウェア、ワイズというものを提供してまして、まあ私はそのワイズを使っている開発会社さんの方に、まあ、開発現場の、クリエイターの観点からサポート業務を行うということを、今やっております。本日は、オーディオキネティックのプロジェクトエキスパートとして、そのミドルウェアの観点から、どういったことがドルビアトモスを使った、今しぼオーディオが実現できるのか、そういったところをお話しできればなというふうに思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、スミスさん、お願いします。はい、マイクロソフトのマット・スミスです。まあ、開発する Xbox の部門の開発、デベロッパー、まあ、開発者リレーションズの、特にミドルウェアとかを、担当させていただいております。まあ、ゲーム業界ですと、まあ、20年ぐらい、履歴があって、まあ、ほぼゲーム制作の方ですね、技術的なところとか、プロダクション的なところとかを、経験を持っていますけれども、まあ、その中に、ワイズを使ったこともありますし、そして、まあ、ドルビーアトモスを、まあ、今回多分、話すのは、まあ、弊社が、どうやって対応しているのかとか、まあ、なぜドルビーアトモスを対応しているのかという話をさせていただいて、いただくと思うんですけれども、まあ、それ以外には、すごく興味がありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、近藤さんお願いします。はい。ドルビージャパン株式会社の近藤弘明でございます。私、ドルビーでは、ゲームデベロッパーリレーションズという部署に携わっておりまして、主にゲーム制作される会社様ですね。こちらの皆様にドルビーの技術を活用していただくような、そういう技術的サポートだったり、もしくは訴求活動などをしております。
私、かつてゲーム開発会社に勤めていた経験もありますので、ゲームオーディオのプロフェッショナルだった自分のその過去のキャリ、知識ですとか知見ですとか、そういうところもですね、交えながらそのゲーム開発会社をですね、ゲーム開発する会社様をですね、実践的にサポートしていくような、そういうような業務をやっております。最近ですと、ドルビーアトモスですとか、あと映像のドルビービジョンなどの技術を、主に、訴求しております。本日はよろしくお願いします。はい。イントロダクションのところでもちょっと触れたんですけども、まあ非常に最近はドルビーアトモスというキーワードを、まあそうですね、コンテンツを、ね、見る際にもよくね、こうアトモスというロゴを見たりとか、映画館なんかでもドルビーアトモスのなんか凄さをこう表現する、なんかアピールするなんかデモ映像みたいなのが流れたりとか、いますよね。で、キーワード自体は我々よく目にしてるんですけれども、あ、そうですね。あとテレビとかにもね、ドルビーアトモス対応っていうのが、テレビの、こう、機能アピールのところにも描かれていたり、ロゴが描かれていたりとかするんですが、こうドルビーアトモスっていうのは、従来のドルビーサラウンド、ドルビーデジタル、ドルビートゥルー HD だとかね、まあ、いろんなサラウンドフォーマットがある中で、一番最も最新のやつがドルビーアトモスっていう理解でいいかと思うんですけども、このあたりの違いといいますか、ユーザーにどういうメリットがあるのかみたいなのも含めて、ちょっと近藤さん、説明してもらっていいですかね。はい。ご存知の通り、これまでもですね、ドルビーデジタルという技術でサラウンド表現っていうのは可能だったんですね。で、例えば、一般的には 5.1 チャンネルっていうサラウンドがまさにそれに相当するんですが、それに加えてですね、ここ最近では主に映画の世界から広まり始めたオブジェクトベースという考え方をですね、ゲームでも取り入れるという流れになってきております。で、このオブジェクトベースという考え方を使うとですね、これまでのそのドルビーデジタルの 5.1 チャンネルのように前後左右というこういう水平面上でのサラウンド、という広がりだけでなく、高さも含めたですね、立体的な音響表現ということが可能になるっていうのが一番大きな特徴かなと思っております。で、このドルビーアトモスに対応した機器、出始めの当初はですね、AV アンプとスピーカーをいっぱいこう、つないでですね、周囲をこうスピーカーで囲うようにして初めて体験できるというちょっと敷居の高い技術ではあったんですが、ここ近年ではですね、例えばサウンドバーというテレビの下に置く横長のスピーカーですね、こういうものを一個置くだけでバーチャルでドルビーアトモスのサラウンドが楽しめるようになったりですとか、あとはテレビそのものの内蔵スピーカーがもうサラウンド、ドルビーアトモスのサラウンドに対応しているような、そういうような機種も増えてきておりますので、非常にその楽しむ、サラウンドサウンドを楽しむ敷居っていうのが低くなったんではないかなと思っております。で、民生用の、はい、こういう幅広い機器がですね、今後コンテンツ制作を、ドルビーアトモスに対応したコンテンツ制作の後押しになってくれればいいなと、我々としては考えております。うん。そうですね、今、近藤さんからお話しあったように、オブジェクトベースオーディオっていう技術に基づいているのがドルビーアトモスだと。チャンネルベースの場合は、スピーカーを、こうね、周囲にこう設置したりして、やるもの。で、もともとチャンネルベースっていうので、もともとそのオーディオを出す段階で振り分けちゃってるんですよね。で、ところがドルビーアトモスの場合は、もちろん 7.1.4 とか 7.1.2 とか、まあ、その最後の数字は天井に組み付けるスピーカーの数を表してたりするんですけども、その出力するスピーカーっていうのが、こう、規定されないんですよね、特にね。あくまでオーディオの中に、XYZ の座標みたいなものが入っていて、最終的に音声を出力する機器が、お使いするそのユーザーのスピーカーシステムに応じて、改めてこうリアルタイムのオーディオをレンダリングするようなイメージなんですよね。だから、テレビであれば、そのテレビのスピーカーにおけるサラウンドを再現してくれますし、さっき、近藤さんもおっしゃってくれた子ね、天井にスピーカーを設置すれば、その天井のスピーカーからなるような、サウンドシステムにおける、XYZ の3次元の座標に対応したオーディオをレンダリングしてくれるみたいな。っていうことで、まあ、非常にスケーラブルですよね。CG でいうと、プリレンダーに対して、リアルタイムレンダリングみたいなイメージですよね。で、これ、非常にこう、ゲームにおいても、まあ、これ有効に使えるんじゃないかというような話になってきて、その今回の話題のテーマである、
これをゲームに使っていこうという話になっていくんですけども、これXbox に関してはですよね、これ標準で Dolby Atmos 対応っていうのが訴えられてますよね、アピールされてますよね。マトさん、このスミスさん、まあ、今日はマトさんでいいですかね。Xbox におけるDolby Atmos 対応っていうのはこれどういうふうになってるんですか？ユーザー側の方のお話でいいんですけども、ユーザーが Xbox 買ってきた、Dolby Atmos 使いたい、どうなっていくんですか、これは。そうですね。まずは結構、長い間に対応させていただいている状況なんですけれども、まあ、多分もともと2013年ぐらいからかな。最初は Dolby Atmos を、対応させていただいており、まあ、それから、まあ、スペーシャルオーディオっていう技術にちょっと広がったんですけれども、その結果、まあ、ユーザーの目線からの結果ですと、まあ、出力の、出力システムっていうかを選べますね。コンソールのメニューから、まあ、Dolby Atmos出力とか、まあ、他社さんの、技術も含めておりますけれども、まあ、弊社のマイクロソフト、ソニックですね。ヘッドフォン用の技術なんですけれども、まあ、選んでいただいて、まあ、適切な、出力を、まあ、適切なシグナルが出力されますね。Xbox の場合と、あと Windows の場合、ともに、最初から Dolby Atmos に対応できる、まあ、ポテンシャルはあるようなんですけども、これ、Xbox 買ってきた Windows インストールしたっていう環境において、Dolby Atmos を使うためには、この Dolby Access っていう無料のアプリをインストールしないといけないんですよね、これ。これは、マットさんか近藤さん、どちらかちょっと説明してもらっていいですか？この Dolby Access っていうのを使わないと、だ使って、Dolby Atmos が利用できるようになるみたいな、そういう感じですか？はい、そうですね。Windows ですと OS レベルで、Xbox ですとシステムレベルですでに Dolby Atmos に出力できるっていう機能が入っているんですが、その、機能をですね、活用していただくために、Windows のストア、Windows ストアからですね、Dolby Access という無料のアプリをインストールしていただく必要があります。で、これの上、Dolby Access のアプリの上で、適切な設定をしていただくことで、HDMI から Dolby Atmos のビットストリーム、音声信号ですね。これが出力されて外部の機器へ接続できるようになるという、そういう仕組みになっております。また、ヘッドホンだけで、Dolby Atmos のバーチャルの、ヘッドホンバーチャルの処理済みの音声を聞くという場合ですね、こちらの Dolby Access のアプリの上で追加でご購入、そのヘッドホンレンダリングの権利をご購入いただくことによって、ヘッドホンでもご体験いただけるようになります。ヘッドホンに関しては、無料の、使用期間、体験期間というのもございますので、ぜひご利用いただければなと思っております。うん、これ、一度、Windows のアカウント、まあ、Microsoft アカウントで紐付けて購入してしまえば、Windows 環境でも、Xbox の環境でも両方利用できるんですよね、これね。はい。これそういう理解で。その通りです。はい、うん。ですので、はい。Xbox で購入いただいた権利は、Windows の方に持っていっても、同じアカウントでログインしている以上、そちらの方でも、ご利用いただけるという、うん、そういう形ですね。で、その有料で購入するヘッドフォンに関してのバーチャル、まあ、Dolby Atmos みたいな、このヘッドフォンで前後左右上下を含めた音響効果っていうのが、ヘッドフォンで体験できる。それが有料なやつで、で、HDMI で出す分には Dolby Access の無料のアプリを Windows もしくは Xbox Series XS インストールすればいいっていうだけなんですよね。はい。おっしゃる通りです。で、テレビとかの場合は、もう本当に、コンテンツを視聴する際に、テレビのメニューで Dolby Atmos を有効にさせればすぐ聞けちゃうし、サウンドバーも同様ですね。AV アンプの場合も、AV アンプの場合はですね、自動で反応して、そこに設定され、接続されているスピーカーに応じてサウンドを出力してくれちゃうっていうことですよね。はい、その通りです。で、じゃあ再生環境の方はここまでとして、ゲームにおいてこのドルビアトモスを活用するっていうようなお話。で、そこで、対応した時にユーザーが得られるメリットみたいな体験についてのお話にちょっと移っていきたいと思うんですけども、
ドルビーアトモス対応のこうゲームサウンドっていうのを、まあ、開発された経験があられます、牧村さんにこのドルビーアトモス対応させたことのこうなんでしょうね、こうユーザーはどういう体験を得られるのかってちょっとお話し願えますか。まあ、弊社として、その、最高のコンテンツを作るっていうことを、ビジョンとして、まず掲げているところもあって、できる限り、こう、ハイスペックな音の環境に、対応できるものならしていきたいっていう、ところで制作を進めていたんですね。で、まあ、海外ではもう、2作品ほど、導入、実績があった、ドルビーアトモスだったんですけど、日本ではまだ、世に出ているものがなかったので、ぜひそれ、まあ、日本で、その、最初に、出せたらいいなっていうところで、進めていったというところがありました。はい。まあ、アヌビスの場合になるんですけれども、まあ、ロボットが、空中を飛び回りながら、こう、高速で戦闘を行うゲームなので、高さの違いのが自分と敵で、こう、生じやすい、ゲーム性だったということもあって、まあ、その 3D 空間の表現っていう部分では、まあ、ステレオサラウンドとは、違う、縦の変化っていうものが出せたのが、すごく大きかったんじゃないかなと思ってます。うん、あと、VR モードっていうのがあってですね、その場合はコクピット視点になるんですね。で、うん、大きなロボットのコクピットに乗ってるんだよっていう感覚を与えるために、ちゃんとそのロボットの、こう、メカというか、その武器の発射音はその武器があるところから鳴らすとか、バーニアが、その、ジェット噴射するのはちゃんと背中で鳴るとかっていうところも、きっちり、まあ、オブジェクトで、まあ、座標でなんですけど、まあ、指定して、鳴らしていたので、まあ、そういう、その、この辺にあるっていう感じを、表現することも、まあ、縦の変化があるからこそ、できたことなので、うん、そういう部分で、非常に相性が良かったんじゃないかなと、思ってます。はい。なるほど。ゲームの、ゲームへの没入感っていう表現がありますけど、うん、没入感を増強する上で、その、例えば目に見えていない、背中に背負ってるバックパックの音が鳴っている。うん、これ映像としては見えてないんだけども、自分はロボットを操縦してるから、加速すれば、後ろからその噴射音が聞こえるっていうような感じですよね。はい、そうですね。ユーザーからのレスポンスとかどうでした？まあ、かなり初期の、日本ではかなり初期のドルビーアトモス対応タイトルだったわけですけど、ユーザーの反応とかでなんか印象的なのあったら教えてほしいですね。やっぱり、ユーザーの声としてよく見かけたのは、まあ、エイダの、ナビゲーションボイスのことになってしまいますね。うん。それはどういった、具体的にどんな反応が多かったんですか？その多かった反応っていうのを教えてください。まあ、その上から語りかけてくる、ところがすごい、驚いたっていう、まずそこにすごく驚いてくれたっていうのと、まあそのゲームの世界観にも馴染んでいたっていうのが、まあ見受けられました。VR との相性はどうでした？まあ、そうですね。特に大きな、敵の戦艦とかの、攻撃、とか、になってくると、その、攻撃が発せられる場所が、その、とても大きいのに近づいていくと、どんどん、こう、違う場所から、音が鳴ってくる、大きくな、その、
音が聞こえる範囲がどんどん広くなっていくっていうところは、まあ、オリジナルの、状態を維持している中でも、違いが出てくる部分ではあったので、そこは、まあ、個人的にプレイしていてよかったなっていうふうには、思いましたね。オブジェクトの巨大感っていうところ。ああ。巨大なものが遠くにあったときは、比較的こう、画面の中央というか小さく音が鳴ってるのに、どんどん近づいていくと、その音源自体がこうね、近づいていくことで、こう、それぞれ離れていくので、だんだんその音が自分を取り囲むような感じになっていくっていうことですね。だんだん近づいていくと。それが、画面の映像のこう拡大感と相まって、非常にこう、没入感が高まるみたいな、そんな感じですかね。はい。なるほど、なるほど。そうですね。はい。わかりました。で、当然、こう CG として見えてるところから音が鳴ってるんだけども、そうじゃない画面外というか、この VR でも、テレビ画面でもそうですけど、画面外の敵の存在っていうのも、これが今までのその、チャンネルベースの 5.1 チャンネル、7.1 チャンネルと比べて、ドルビアトモスの場合は、こう音が鳴ってるから、そっちに敵がいるんだみたいな、ゲームメカニクスにも関係しているような表現なんかもやってらっしゃったんですか？はい。そうですね。敵の音は、敵からなる状態には、もともと、まあ、ゲームとしてはなっていたので、それが、うん、今までは、ステレオの範囲内でしか、変化させられなかったのが、うん、まあ、球面上に変化させられるように、うん、変化して、その方向がわかるように聞こえてくるので、うん。没入。まあ、ゲーム上でこう、レーダーマップみたいのがあって、こう敵のマーカーとかがあるのを頼りに、まあ普通、今までのゲームだったらこう頼りに、それを頼りにして、あっちこっち向いて敵を探すみたいな感じだったのが、このドルビアトモスがあると、なんかこう敵の気配というか、音が鳴ったところを向けば敵がいるというか、という感じなんですかね。そうですね。私は個人的にこのアヌビスというタイトル非常に好きだったんですけど、今回これアトモスに対応して、弊社のスタジオでプレイしたときに一番感動したのはですね、このオービタルフレームっていうこのロボットに乗り込んだときに、そのロボットの AI、ナビゲーションシステムの声が天井のスピーカーからバーンってこう鳴るんですよ。そこからピンポイントで。はい。で、はい。目の前はそのゲームの画面なんですけど、ナビゲーションは上から聞こえてるっていうので、あ、すごいなんか本当に乗り込んでるっていう感じがしましたね。まさに没入感がありましたね。なるほど。それを最初にアイディアいただけたのがね、ソムヤさんなんですよ。おー。あー。なるほど。なるほど。なるほど。うーん。ぜひお話伺いたいですね。そのドルビーアトモスでユーザーを中心にしてこう前転前進の2位のところから音を出せるっていうことをゲームのサウンド表現にね、こういろんなアイデアが浮かんできたと思うんですけど、その中あたりのこう裏話的なことというか、その辺のドルビーアトモスだからこういう表現ができた、したかったことができたみたいなエピソードとかがあればぜひお話しいただければと思うんですけど。まあ、アヌビスの場合は、私はもう、カットシーンとかのサポートをさせていただいてたんですけれども、うん、まあ、まず、何か、アトモスらしさというか、まあ、空間の表現、アトモスって、やっとこう、人間が生きてるのは 4π で生きてるんですけど、それが 2π まで再現できるようになってきて、じゃあその、上、半球の、音場をどういうふうに使うかっていうのって非常にこう演出上難しいところはあるんですけども、表現力が上がるということで、であればコックピットを一つのその球体に見立てて、そういったその言葉を上から出すっていうアイデアっていうのは非常にこうゲームを通して統一感のあることができるんじゃないかなっていうふうに考えて、まあ、まずそのカットシーンの中でそれを実際にこう作ってみて、皆さんにこういう定義はどうですかっていう定義の、何ですかね、プレゼンテーションをして、で、まあ、それからだんだんこう、本格的なものに入っていったという記憶があるんですが、なので、他の、その、音源に対しても、どういうふうにその位置情報を伝えていくか、印象付けるかっていうのは非常にこう、
そのゲームを一貫してのテーマ性みたいのが必要になってくると思うので、うん、あっち行ったりこっち行ったりっていうことよりかは、必ずこの人はここから聞こえるっていう、うん、何かそういった、印象付けみたいなものが非常に有効になるんじゃないかなと思って、まずはそこから始めた感じになります。うん、はい。なるほど。ユーザーが中心にいるっていうのは 5.1 チャンネルとか 7.1 チャンネルとか変わらないんだけれども、はい、そのパイの、その平面上の、パイの状態の時には、まあ、こう、自分のこの周囲に定位させるっていうことに限定されてたのが、まあ、さらにそれが、球面上に定位させることができるので、さらに表現の幅が広がったというような。そういうことですね。なるほどですね。はい。なるほど。はい。楽曲の制作においてはどうなんですか？この、三田さん。この、音楽制作において、まあ、ゲームに限らず、この、ドルビーアトモスにおける、この、音楽表現とかについては、どうなってくるんですか？これは。今、ソメヤさんのね、話、こう、効果音とかの、サウンドトラックにおける、表現の幅が広がったっていう話ですけど、音楽はどうなんでしょう？そうですね、まあ、いろいろなそのジャンルが多分、ゲームにおいては、考えられると思うんですけれども、例えばリズムゲームとかですね、そういったちょっとエレクトリック系の音楽なんかは結構天井に飛ばしたりとかすると非常に面白いなっていうふうに、まあ、サンプルでちょっと、ドルビーアトモスを、触らせていただいた時にはそういうふうに感じたんですけども、あまり音楽を低音ガッと広げてしまうと、今度は効果音の邪魔になったりとかですね。なるほど。その辺は結構、まあ、効果音を作られている方と、こう、念入りにこう、ミーティングしながら作っていかないと、やっぱり先ほど染谷さんが言われた通り、もうあっちこっち音が流れちゃうと、あんま統一感がなくなってしまうっていう部分があるので、やはりゲームの内容、そして音楽の内容、で、あとは効果音とどういうふうにすり合わせていくかっていうところが非常に重要なんじゃないかなというふうに個人的には感じておりますね。で、むしろ音楽が主体なゲームだったらば、それはそれでなんか面白いかもしれないですよね。うん、はい、うん、そうですよね。初音ミクのリズムゲームとかでね、初音ミクを中心に音楽のこの音符がなんかものすごい感じで流れてきたりするのが、うん、あれがもしもドルビアトモス的に表現されたらそれは喜ばれるだろうけれども。そうですよね。あと、最初ね、効果音の話が、音楽と効果音の話がありましたけど、例えば LFE って言われるのは重低音なんかは、やっぱし、音楽の方では使わない感じですか？そうですね。使わないことはないんですけど、例えば大太鼓とかですね、ティンパニーといったようなサウンドは、若干ですけども、LFE に送ることは、ゴーディンチャの場合はありますし、あと、先ほどもちょっとお話ししましたけど、ライブ映像なんかは、まあ、効果音ありませんので、まあ、フルに使ったりとかは、はい、しますけれども、やっぱりここも、ゲームで使う場合っていうのは、やはり、その効果音の方と、本当に、こう、密に話し合って、ここはどのぐらいまで入れてもいいだろうかとかっていうのを、まあ、仮にサンプルでお渡しして、ちょっと入れすぎとか、もうちょっと入れてもらっても大丈夫ですっていう、そういう、まあ、お話をしっかり詰めてですね、仕上げていく必要があるのかなと思いますね。あとは、ちょっと話がドルビーアトモスと関係はあるんだけど、ちょっとずれてくるかもしれないんですけども、このゲームの場合って、まあ、ゲームだけじゃないですね。こういうサウンドとビジュアルのコンテンツって、楽しむ環境がユーザーによって違うので、まあ、非常にハイエンドな環境の人はドルビーアトモスフルに体験できるかもしれないだけども、例えば、このステレオにミックスダウンされてしまうような環境においては、なんか、聞こえ方が変わってきたりすることがあると思うんですけど、これ染谷さんや、まあ、三田さん、この、制作の段階で、そういうミックスダウンされてしまうような環境についての配慮もされて制作されることってあるんですか？アトモスの場合は、すぐ、モニター上2に落として、ダウンミックスして聞くことができますし、まあ、バイノーラルで、
ドルビーヘッドホンで確認することができますので、うん、そんなにこう、頻繁にはしないですけれども、うん、ある程度出来上がったところでどういうイメージの差があるのかっていうことは、ある程度意識して制作することはしています。制作する段階においては、やっぱ、一番上の環境で作った方が、まあ、まあ、いいということではあるわけですね、それは。要するに、ドルビーアトモスはドルビーアトモスの方の、フルで活かすような状態で作るのが、まあ、基本方針ではあるということですね。まあ、そうですね。アトモス表現を、うん、まあ、思った通りにアトモス表現をしてみるっていうことですね。それが、うん、一番上に上げてしまうとかっていうことではなくて、うん、アトモスとしてまず成立させて、それがステレオに落ちた時にどうなってるか、うん、バイノーラルでどういうふうに聞こえるかっていうことを。うん、バイノーラルっていうのをちょっと補足するとあれですね。この2チャンネルでも、サラウンド、いわゆるドルビーアトモスのバーチャルヘッドホンみたいな、ドルビーヘッドホンっていうか、ああいう感じで聞く環境が結構今、優れてるものがあるからっていうことですよね。バイノーラルで、2にレンダリングして、うん、普通のヘッドホンとかイヤホンで聞いていただけるので、なるほど、はい。特にその、ヘッドホンとかイヤホンを選ぶわけではなくて、うん、皆さんに共通で聞いていただけるっていうことができる。うん、はい。なるほど。どうぞどうぞ、はい。はい。一般的にそのマルチトラックのオーディオをダウンミックスする手法っていろいろあるんですね。で、うん、これまでだと A 社さん、B 社さん、C 社さん、それぞれの独自のダウンミックスがあるので、同じ 5.1 チャンネルをステレオにダウンミックスしても、それぞれ若干聞こえ方が違ったりとか、したんですが、このドルビーアトモスの場合、対応機器であれば、そのダウンミックスのやり方、アルゴリズム、ここまでも、規定されて、装置の方に実装されておりますので、ドルビーアトモスのコンテンツをドルビーアトモスのバイノーラルヘッドフォンで聞いた場合、どのような機種であっても同一の結果が得られるというのも一つ大きなメリットなんじゃないかなと思います。続いて、じゃあこのドルビーアトモスのこういう、まあ、非常に高度な、サウンド制作っていうのを支援する立場にあるミドルウェアの開発メーカーのオーディオキネティックさんにお聞きしたいんですけど、ドルビーアトモスでこういうサウンド制作をするっていう場合には、はい、オーディオキネティックさんではどういうツールというか、はい、どういうシステム、はい、フレームワーク、そのあたりちょっと教えてもらっていいですか？はい。はい。ですね、先ほどちょっと牧村さんも、ちょろっとおっしゃってたんですけれども、ゲームのサウンドなんですけれども、もともと、オブジェクトで、サウンドの制作を行っているっていう、まあ、バックグラウンドというか、歴史的な部分は、あります。で、まあ、どういうことかというと、まあ、敵のキャラクターが出てきたら、ここの位置から音を鳴らしたいっていうことで、まあ、ゲーム側、ゲームの、いわゆる映像だったり、プログラムを処理をする、そのゲーム側で、こいつは敵だっていう、オブジェクト自体を持ってるんですね。で、その位置から音を鳴らす、どういう、まあ、叫び声なのか、まあ、やられ声なのか、ちょっと、まあ、いろんな音が鳴るんですけれども、まあ、その音を鳴らすために、こいつはオブジェクトっていうふうに認識させてます。で、その情報をもとに、じゃあ、弊社で提供しているのは WISE という、オーディオミドルウェアなんですけれども、そういう、キャラクターが動く、叫ぶっていうアクションが発生したときに、どういう音を鳴らすのかというのを、まあ、ある意味制御、プログラミングができるような環境というのをソリューションとして提供しています。で、その上で、まあ、もともとオブジェクトという形でゲーム側が位置情報を持っている。じゃあ、その位置情報を元にサウンドの処理をします。じゃあ、その位置情報と音のデータを一緒に、ドルビーアトモスの方にデータとして渡してあげる。そうすることで、ドルビーアトモス側で、自由にレンダリングができると。そういう流れの、環境というのが、今実現できているという状況になります。もともとゲームっていうのは、まあ、3D グラフィックスベースになってから、ドルビーアトモスだろうが、ドルビーデジタルだろうが出てくる前から、まあ、もともと 3D の座標で、で、管理、制御されてましたから。その通りです。で、それを、ね、音を出す際に、その元々オブジェクトが持っている XYZ の情報と付随して与えてやって、で、それをどう出力するかっていうのは、まあ、最終的なオーディオフォーマットで変わってくるんだと思うんですけども、この、オーディオキネティックさんがやっている、そのミドルウェアっていうのは、
いろんなその、まあ、抽象化というか、その決定のフォーマットによらない、はい、ゲーム開発側の、まあ、寄り添ったというか、やりやすい仕組みが提供されてるっていうことなんですよね。はい。はい、その通りです。今、ゲームのサウンドの制作で、広く採用いただいているオーディオミドルウェア WISE というものですね。まあ、これを使って、今、ドルビーアトモスであったり、こういったオブジェクトオーディオというふうにも呼ばれたりする、立体音響がというふうに制作されて実現できているのかというのを、簡単に説明させたいと思います。まあ、この、今回 WISE 2021というアップデートが、今年入りまして、より簡単に、ドルビーアトモスに対しても、オブジェクトの情報を渡せる、制作できるような環境の、アップデートが入ってますので、まあ、そこも簡単にご紹介したいと思います。お願いします。先ほども近藤さんがおっしゃってましたが、ドルビーアトモスの、情報を受け取ってレンダリングできる機器、インフラテレビだったり、そういう機器が今一般的に普及してますので、そういった、そういった環境のことを、弊社でエンドポイントと、レンダリングする機器のこう、ハードウェア的な部分ですね。そちらのことをエンドポイントというふうに言ってますが、エンドポイントに対して、空間の情報を渡しますよと。ハードウェア側が、持っている、ドルビーアトモスの情報っていうのを WISE がリアルタイムで取得します。取得することで、今、ドルビーアトモスヘッドフォンなのか、シアターなのか、それとも単純にステレオなのか、まあ、いろいろ 5.1、7.1、いろいろなフォーマットがありますが、どういうフォーマットでレンダリングができる環境に対して、座標の情報だったりっていうのを渡すんですかっていうコミュニケーションが、できるようになっています。弊社の WISE というツールは、まあ、今、昨今ですね、ゲーム一つのタイトルでいろいろな、プラットフォーム、でリリースされるケースが多いため、まあ、本当にどういう再生環境か全くわからない、機器によって全然違うということが起こる。まあ、それをサポートするために、まあ、各ハードウェアと、都度、コミュニケーションというか、データの通信のやり取り。まあ、今回の場合は、スペシャルオーディオ API を使って、というふうに例を示しましたが、各プラットフォームにそういった情報のやり口、やり取りをする受け口というか、そういったものが用意されてますので、まあそれに合わせて、WISE の方で、じゃあ、このプラットフォームでは、こういうフォーマットでデータを渡します。じゃあ、それに基づいて、ハードウェアの方でレンダリングしてくださいね、というようなやり取りが発生することで実現できているという流れになります。なるほど。じゃあ、ゲーム開発側が、まあ言ってみれば めんどくさいことをこの WISE さんがいろいろやってくれたっていうことなんですね。はい。はい。そういうふうにご理解いただけると一番いいかと思います。はい。その通りです。はい。で、あともう一つ質問があります。オブジェクトベースのところなんですけど、これ、はい、まあ例えばゲームによっては、たくさんのキャラクターなり、たくさんの発音源というか、はい。爆弾がいっぱい出てきたら、100発の爆弾があったとして、はい。で、ある程度、この上限だったりとかあると思うんで、はい、その、ある程度超えたらそれをなんかミックスして、チャンネルをこう、減らしたりみたいな、はい、なんかそういうような仕組みなんかもあったりするんですか？はい、鋭いご指摘で、その環境もすでに用意しております。簡単に言うと、自動的に WISE の方で管理しております。なるほど。WISEさんはですね、主要なゲームエンジンには、まあ、全対応ということなんですね、これは。はい、アンリアルエンジン、ユニティ。この二つが、ゲーム業界で広く使われている商用ゲームエンジンになりますが、この二つに関しては完全にサポートしております。なるほど。